前回の続きなんですけどね、供給がね、足りない。新しく列車を買いたいなと思うんですけれど、とりあえず、23の短い方、これ売る。で、24番の短い方も売る。新しく買う。123456789101234。収まるかな、これ。これでも短いんだよ。6分にしよう。6分30秒。もうお金がなくなっちゃうね。やっぱこれトラックで運んだ方がいいのかな。赤字経営だよ。なんか他の列車はさ、ポン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 って積んでくれるのに。他のさ、パン工場に持っていくやつはさ、
いっぱい一気に積んでくれるのに、なんでこれは時間かけんだろうね。そこのところがちょっとよくわかんないな。まあ高い機関車とかさ、そういうの買えば早くなるのかな。6分半じゃパンパンにしてくれないかもしれないね、長い方は。なんでさ、これ、これ番線をさ、選んだら、もしかしたら積んでくれるのかな、しな。さ、これさ、これ両方ともさ、貨物なんだよね。だから、これ1番なんですね。1番のプラットフォームをね、これ2番に変えちゃうんですよ。まあそれでも変わんないね、スピードは。でもやる価値はあるかもしれないね。異変性発射、あ、なんか出てるね。なんでいけない、こんなん出んの。どこだよ。あ、経路なしになっちゃった。そっか。やらなきゃよかった。やらなきゃよかったね。でもね、大丈夫だよ。これさ、これ積んだ後に引き返してくれるからいいんですよ。積むのを待ってもらう。それ大丈夫。一時的です。で、24番の方の貨物のところはどうなってんだっけな。ここは一番線しかないから関係ないな。大丈夫、ほっとけばいいんです。積みは終わったらさ、出ていくん、自然に出ていくんで。あ、この列車が詰まってんのか。この列車、反転。これでいいんです。ああ。
これでいいだ。なんでだろうね。これ道が他のところにつながっているから持って行っちゃうのかな、人間が。赤字になっちゃったよ。トラックでも運ぶか。意味ないよね、トラックで運んでも。意味ないよね。どうしたら貯めてくれんのかな、ここに。やめようかな、スイス編は。難しすぎるよ。いくら持ってきても溶けるようにすぐなくなっちゃう。こっちからも持っていくか。小麦工場。7分にしようか。7分。
なにこれ。なんでこんなに出んの？ああ、まだ車両があれしてるから。なんだこれは。見えないんだけどさ。とにかく小麦だけ積めばいいんで。でこっちでは、めんどくせえな。別にいいか、これで。で、下ろす。で、もう一つ新しい路線。こっち側でね。から始まってここに持っていく。持っていく7分。するんだよ。こう積み下ろす時間も設定しないとダメかな。これはね、パンをおろすだけなんですけどね。パンじゃなくて小麦をおろすだけ。積みおろすときの時間もいるかな。やっとこうか。めんどくさいな。6分ぐらいにそこか。お金がないからな。300万、400万ぐらいあります。400万あるから、少しお金残しておきたいから、できれば100万ぐらいで買えたらいいな、みたいな。あ、もう300万か、これで。そしたら400万まで買って、あ、もう買えない。
ああ、違うな。なんでこうなるの？うまくいかないな。今回もダメだね。また最初からやるしかないな。今2分の1になってんだよ。こっちが満たされてんのかな。満たされてないけどね、どういう数字なんだろうね、都心供給完了っていうのは。タスクのね、数字の意味がね、やっぱり分かんないね。ああ、また2分の0になっちゃったね。タスクの意味がわかんないな。多分ここに小麦を満たせっていうことなのかなと思ったんだけど。違うのかな。タスクを理解してないんだね。
食料、少なくとも2カ所の都市で食料供給 25% にして、備蓄を達成しましょう。分かんないよこれ、どうやったらいいのかが。こういうところがダメなのかな。パンを運ぶ列車をもっと増やそうか。ルート2ってのはルート3の列車を増やそう。ルート3の列車をね、限りなく増やす。借金して、この列車を増やす。借金、どれくらいかな。もうこれ以上できない。ああ、お金がなくなっていく。ルート3の列車を増やす。買えないのか。あんまり効果がないね。最初からまたやることになるのかな。いつか来たか。
Forgot I promise you so 始めよう。最初からやろうかな。最初からやりたいんだよな。最初からやりたいので、次の時はね、トラックも活用しようかなと思うんだよね。最初からやるか。もう借金できねえしな。もういいや、最初からやります。また次回最初。